はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ですね、また沖縄編となっておりまして、今回ね訪れたお店、以前からもねお世話になっております、夢を語れ沖縄さんにお邪魔しております。というのも、夢を語れさんって、系列のねお店は独立した店主さんが3年経った後はねもう独立したりとか、名前を変えなければいけないという制度がありまして、今までねお世話になってたダンさんが無事ね3年を迎えて卒業するということで、今回はですね新たな店主さんが変わりまして、それに伴って、スープとかいろいろね昔に比べても若干ねマイナーチェンジというかメインチェンジとかいろいろあったみたいなんで、今回のね美味しい新店主さんのラーメンと汁なしを各ね1杯ずつの計2杯いただいていこうと思います。でもねもうラーメンは作っていただいておりますので、あもうこれコールのやつですね、はい、もうすでに、あじゃあお任せでお願いします。はい、今回はね600g ずつ計 1.2kg 茹で前でねいただく予定となっておりまして、もうねメニューの方が来るかと思いますので、到着まで待ちたいと思います。めっちゃ取られてるっすねありがとうございます。うわめっちゃうまそう。うわじゃあ早速じゃあいただきます。でこれ1杯目ですね、ラーメンでございますね。うまそう、あっつ、上澄みめっちゃうまいっすね甘みすごいなこれ、うまっ、めっちゃうまいっすね。したらちょっとこの豚もいただいちゃいましょうか。豚ね、よっ、豚こんな感じですね。いただきます。うん、うまっ、これなんか肉感増してますね。うまいっすか。うん、うまい、うまい、よかった、めちゃめちゃうまい。うめえ。それこそやっぱその冷やしも食ってみたいですね。冷やしがマジでうまいですよ。めちゃめちゃこの麺で冷やしたらうまいですよね。店主さんが変わったので。昨日？2日目でこの仕上がりです。どういうこと？若いスープの厚みじゃないですよね。うましか言ってないですけど、うまいです。よかった。ラスカルさんなんかもう泌乳期間の方が強いんですよね。ドニューカなら分かるんですけど、泌乳科2、3日目でこの厚みってすごくないですか。すげえ。多分最終営業日が醤油がすげえ量の豚入れたんで、その厚みを残しつつ非常油で多分トントンいい感じに調節して、いやもう一瞬だと思いますね。一瞬で食べきっちゃうと思う。うまっ。ダンさんの時もそうでしたけど、毎回やっぱうまいし固定のお客さんもついて人気店になってるけど、ちゃんとずっとブラッシュアップしますよね。ずっとしてます。まあだからスープの炊き加減も変わったし。今までの中で一番特に生姜が立ってますね。本当ですか。食べやすい。うまっ。でまたこの沖縄は沖縄で独特の味の当て方があるじゃないですか。すちょっと内地とかあっちの方とは違う作り方するから、これめっちゃ好きなんですよね僕は。これが本当にだって内地の二郎は似てるのが、あこういう系ねっていうのが3つ4つあったら全くどこにも属さないですもんね。そうですね、全然違います。うちの方は気に入るかだと結構うまい、ただの濃厚な豚チンタンとか多い、二郎ではないとか、どっちかに振り切っちゃってる感じ、でこれはもうほんとちょうど間というか、あ、グルティ、ありがとうございます。むっちゃ熱いすげえ熱いじゃない、ラーメン丼より熱いじゃないですか。これがうまいですからね、ギルティ。皆さんね、ギルティね、こんな感じですね。油とニンニクと唐辛子で、返しも入っててっていう感じで、これがね、めちゃめちゃ万能にうまい調味料なんですよね。生卵入れても美味しいですね。
ちょっと見えますこれ、うん、一番ジャンクなやつよねこれ。うん、まあ二郎系でこういう油系に合えるトッピングって少なくて、ただ昔近いものであったのがあの藤丸さんの梶原店さんで、あの白とかでも全くまた違いますよね。全部崩してつけますけど、もうシンプルにこれの混ぜそば食いたいですね。表層の油が甘い、うまいっすねこれが、うん、ありがとうございます。はい、お待たせしました。よし、どうぞ、いらっしゃい。うわぁ、汁なし辛ましチーズ、安い抜き、うわぁ、暴力的なやつが来た。ということでね、ただいま2杯目到着いたしました。こちらはですね、汁なしのチーズ辛ましトッピングに野菜抜きになってますね。超暴力的な一杯になってます。うまそう。いただきます。やば。めちゃめちゃジャンク。うわうまそう。うまうまい。汁なしにするとあのこの表面が溶け出してんだけど、コシしっかりあるじゃないですか。この麺の感じたまんないですよね。で、野菜あえても美味しいですけど、がっつり来たい日は抜きにしてもいいですね。これまたちょっと僕は締めに残ってるんで、ギルティ絡ませて甘み追加するのもちょっと楽しみなんですよね。ちょっと最後締めで楽しみなんですけど、生卵ありがとうございます。うわぁ、これマジで留大生めちゃめちゃ喜びますね。こういう味してると若い子は これがって言いますよね、うん、でもやっぱりね、旨味が強いから、もちろんねベースは濃いんですけど、しょっぱいって思わないんだよね。これがね絶妙です。うん、またねこの豚もマジでうまいです。そしたらせっかくなので、いただいた松、生卵ですね。よっ。これに残ったギルティを。よいしょ。ういっ。ああ。うん、ジャンクだね、これは。よいしょ。うーわ。いきます。うん、うん、いやめちゃめちゃ暴力的な味するわ。
っぱ辛さ増すとしっかり辛いですね。うん、うまかった。うわ、うわ、美味しかった。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いや、めっちゃうまかった。ということでね、オーナーさんが変わった新生の夢を語り沖縄さんでラーメンとね、汁なしいただいてまいりましたが、めちゃめちゃうまかったです。本当にね、まあ、どちらも結構系統が違います。やっぱラーメンは非乳化なんで、繊細さというか、だし感もしっかりあるし、醤油感もしっかりあって、かつね、二郎系らしいジャンクな部分もしっかり持ち合わせたラーメンで、こっちのも汁なしはもう超暴力的ですね。もう、若い子は絶対好き。まあ僕ももう30なんですけど、好きでした。2種類ともめちゃめちゃうまいラーメンでございました。今後も限定的にまた落ち着いたら何かやったりする予定なんですか？はいはい。鶏塩、マジ鶏からの塩っていう、うちから一番遠いラーメンを真逆のラーメンを、しかも細麺で、うわー面白そう。今月の9月15日、いいっすね。いや本当にこちらのお店は以前からもそうなんですけれども、この二郎系のラーメンだけではなくて、いろんな、ね、月ごとにいろんな限定メニュー販売しておりまして、そういったね、飽きを感じさせないような、もう常連さんを、ね、毎日喜ばせるような楽しいラーメン作りいっぱいしておりますので、もう琉球大学とかも近いですし、小屋の学生さんだったりとか、ご近所の方はね、ぜひ夢を語る沖縄さんでこの、ね、うまいラーメン食べてみてください。いや美味しかったです。改めてごちそうさまでした。ありがとうございました。いやー食べた。うまかった。